どうも皆さん、こんにちは、大谷さんです。今回ご紹介するのはこちら、女神デバイス最新作アスラ忍者かなめちゃん。女神デバイスのね、結構最初の方に発売されたアスラ忍者のね、バージョンアップ版のねキットになっております。こちら、定価5280円なんでね、女神デバイスの中ではかなりね手に取りやすい価格になっております。でその分ね、内容は結構すっきりしていて、素体がね、こんな感じ、プラスね武装がちょっとついてるっていう、そういう内容ですね。で過去に発売されたのはアスラ忍者のね、武装と組み合わせることで、フル装備状態、こちらを作れるっていう、そういう感じになっております。なんでキットだけだと、このキットだけだとこんな感じですね。でフェイスパーツは、いつも通りね3種類付属ですね。違うな、今回は2種類ですね。塗装済みのフェイスパーツが2種類ですね。で1種類はデカールで再現と、そういう感じになってんのかな。いつもはね3つなんですけども、今回は2つになっておりますね。でこのね、アスラ忍者かなめちゃんが昔のバージョンと比べてどう進化したかっていうと、ちょっと前に発売されたね、オーブスサノオとかオーブアマテラスがあったと思うんですけども、そのね、2人に採用されたオーブシリーズのボディですね。これが非常にグラマラスでね、造形が素晴らしくて人気が高かったんですけども、そちらのボディへとバージョンアップされたのが今回のねアスラ忍者かなめちゃんですね。分かってくれるよね。というわけで、新ボディへとバージョンアップされたアスラ忍者のね、キット内容を見ていきましょう。内容物はね、おお、こんな感じ。これ伝わるかな。少ないぞ、めっちゃ少ないですね。ランナーね数えてみたんですけども、10枚プラス、スタンドっていう、そういう構成ですね。非常にねシンプル、サクッと組めそうですね。これは嬉しい。女神デバイスにね興味あるって方はね多いと思うんですけども、どうしてもね価格が高いとか、ボリュームが多くて組むのが大変そうってイメージがね、ある方多いと思うんですけども、今回のキットはね価格はね、まあ、あの他のね 30MS とかと比べると高いんですけども、まあ、5280円と控えめで、プラスねランナーも少なめなんでサクッと組めそうってことで、女神デバイスのね、デビューに、持ってこいのキットなんじゃないかなって思います。ただクオリティの方はねこれから組んでねまたご紹介していきますね。本当に誰でもおすすめなのかね、その辺は見ていきましょう。で他付属品はね、まあ、デカールがね、あったりと、であとはフェイスパーツですね。今回は印刷済みが、2種類ですね。こちらはマスクをつけるバージョンと、まあ、通常のフェイスパーツ1つで、あとはね1つ印刷ないんでデカール貼ってって感じですね。で今回手首のパーツはね軟質パーツですね。最近のねバスタードールシリーズはね手首は硬かったんですけども、今回はね軟質パーツになっております。一部ね見覚えのあるランナーもありますね。この辺ね足とか、そういうパーツはねこれ多分スサノオとかとね全く同じかなって思います。髪の毛もそうですね、これねアスラ忍者と全く同じだと思います。なんでこの辺はね完全新規じゃなくて過去のやつがね、そのまま流用されてる感じですね。じゃあ早速ね作っていきましょう。じゃあまずはね頭部から見ていきましょう。頭部はですねまずここのね結んだ髪がねボールジョイント接続なんですけども、ここがちょっとね取れやすいですね。そこだけねちょっと気になるかなってところです。で髪の毛はね、過去のねアスラと同じものなんで特にねこの辺新規のポイントはありませんが、もともとね設計がね素晴らしいんで、合わせ目とかはねこの髪のなんというか分け目に沿ってね合わせ目が出る感じなんで、そんなにね目立たない構造になってますね。で変わったポイントといえば、この角ですね。角が新規になってることと、側面の白いパーツ、ここが新規になってますね。あとはお顔がね新規なんでとてもね美しいです。でフェイスパーツはですねこちらのマスク状態ですね、こちらに交換可能でして、でこちらのねマスクこんな感じのね穴が開いていますんで、ここにですね付属のねこのナイフというか刀ですね、こちらをねセットすることができます。これかっこいいですね。位置的にはこの辺がベストかな。でこちらが胴体周りですね。非常にねこうバランスのいい仕上がりですね。自然なラインに仕上がってると思います。色分けも優秀ですね。こういったね赤いラインとかね、あとはねこのお腹のねこれ白いパーツ前後はめ合わせなんですけども、このね中央に黒いパーツ挟み込むんで合わせ目がね目立たないようになっております。腰の部分でいうとね、腰というかお腹周りの合わせ目はこのね脇の下ですね、ここに合わせ目が出ちゃうことと、あとはねこの、まあ、パンツというかこのパーツですね、ここ前後貼り合わせなんで一部ね合わせ目がね出ちゃうって感じですが、そんなにね気になんないですね。腰のパーツはねこの肌色のパーツ、これがねパーツ分割されておりまして、こんな感じではめ込んでから腰にね、セットするという感じになっております。こうですね、こう挟み込む感じですね。
なんで肌色部分ね、色分けされていて合わせも出ないんで、ここね結構素晴らしいですね。で、側面に穴が開いてるんですけども、ここね上からアーマーのパーツかぶせるんで、側面の合わせ目がね隠れるって感じです。可動はね女神デバイスなんで非常に優秀ですね。まず腰で曲がって、でね、この部分も、曲がって、首もねグッと曲げることができるんで、結構深くね曲げることができますね。のけ反りももちろんかなりね優秀ですね。で、肩もね引き出し式でオーブ系のねボディなんで、肩のパーツね1パーツで作られているんで、こうね肩甲骨のパーツがねポロリすることもありませんね。で、あとはここですね、ここのパーツ、このカバーパーツを取り外すと、ここにね2ミリかなの穴がね出てきますんで、昔のねアスラを持っていれば、ここにねマフラーのパーツをね取り付けることができます。で、腕周りはね造形がブラッシュアップされてる以外は、まあ、いつものね女神デバイスで、腕のね正面とかね後ろもそうですね、とか肩の側面、ちょっとねアーマーのパーツで見えにくくなってますが、側面にね合わせ目が出ます。まあ、可動範囲はねいつも通り非常に優秀ですね。こう上げることもできますし、引き出しもねしっかりと機能しています。腕もね深く曲げることができます。でね、お尻周りなんですけども、ここはですねフレームのパーツにこうね1パーツで成形されたねパーツをかぶせる方式なんで、ここね合わせ目が出ませんね。これ嬉しいですね。で、足周りもねブラッシュアップされてるんで非常に造形がいいですね。この肉付きがいい感じでとてもバランスがいいです。ただね、合わせ目に関してはどうしてもですね足の正面ですね、どうしてもピーッとね合わせ目が出てしまいます。ここはもうしょうがないですね。バスタードールとはねちょっと違う構造なんでね。で、可動範囲についてはねもちろん非常に優秀ですね。この辺はいつも通りの女神デバイスですね。で、股関節、ここにねアーマーをねつけるんで、どうしてもね開脚苦手かなと思ったんですけども、これなかなか設計が優秀でね、うまくこうねアーマーが干渉しにくいようになっていますんで、この状態でもね開脚は結構ねいけます。ね、このねアーマーをつけた状態でもね、こんくらい足が開けるんで、こんくらい開けば十分ですね、結構力強いポージングができると思います。こうアーマーをね外した状態と比較するとね分かるんですけども、ほとんどね可動範囲がね落ちてないことが分かりますね。でね、足もねこういろいろね股関節優秀なんで、大きくね上げることができますね。こうやってお腹周りのね可動と合わせると、ほぼね真上近く上げたようにね見せることが可能です。で、先ほどね口に加えていたナイフ、これね4本付属するんですけども、そのうち2本はねこの腰の部分にこんな感じでねマウントすることが可能になっております。あと武装としてはね、こんな感じの手裏剣がついて、ここね背中のこの部分にマウントすることができるんですけども、これですね取り外してこんな感じのね穴が開いておりますんで、ここにねナイフを3本セットすることができます。3本取り付けるとこんな感じね、なかなかね殺傷力が高そうな手裏剣が完成しますね。で、もちろんねこの大きな手裏剣もねちゃんと手に持たせることが可能になってます。はい、そんな感じでねアスラ忍者カナメちゃん完成しました。非常にバランスがいい造形でね、見栄えがいいですね。これがね5280円でね、パーツ数が少ないんで割とねサクッと組みました。僕配信で組んだんですけども、喋りながらでもね2時間で組めたんで、多分集中して組めばね1時間ぐらいでサクッと組めちゃうんじゃないかなと思います。今回はね何回も言ってるんですけども、オーブシリーズのねボディに進化してるんで、結構身長が高めなんですよね。比較対象がおかしいんですけども、まあ、一般的なガンプラのね HG と比べるとこんくらいね頭1個分ぐらいね違いますね。なんで結構ねこう迫力があるというか、飾っていてね見栄えがとてもいいですね。本当にね、女神デバイスシリーズはね、組み立て式のプラモかっていうぐらいね、造形がね、非常に優れている、かつね、可動範囲がとても広くてね、遊びやすいんで、動かしていてとても楽しいですね。いや、これが5000円クラスってね、かなりすごいことだと思います。ね。なんで本当に組み立てやすいし、これからね、初めて美少女プラモ、作りたいって方にもね、本当おすすめのキットです。女神デバイスの中では結構安くて、でパーツ数も少なくてサクッと組めて、造形も素晴らしい、可動範囲も広いとね、非常に高水準なねレベルでまとまった素晴らしいキットだなと思いました。簡単にでしたかね、以上アスラ忍者カナメちゃんご紹介させていただきました。動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。